なのでそのなんかじゃあ円安が良くないっていうんだったら円高がいいのとかっていうのも頭の悪い反論で、その強制的に円安にしたとしても経済は悪くならないし、もちろん強制的に円高にしても経済は良くならないんですよ。いや根本的にその外国の人が魅力的な欲しい商品を作れるかどうかって話で、例えばあの iPhone って昔その iPhone の6とか7とかの頃って多分1台5、6万円ぐらいで売ってたと思うんですよね。でも今の iPhone13 ってあの1台10万円近くしますと。でめちゃめちゃ高いんですよ。でも iPhone じゃその一番最新の13はめちゃめちゃ高いんですけど、欲しいですかっていうと10万円でも欲しいですっていう人がいっぱいいて買うんですよね。まあ日本の場合だとその電話料金その中のちょっとあのなんか上乗せされて、その電話料金が高くなる代わりに iPhone の本体1台安く買い回すみたいなのがあって、実態としてそのなんか十何万円買って iPhone 買ってますって人がそこまで多くないですけど、とはいえ iPhone めっちゃ高いんですけど、めっちゃ高いけど欲しいから買う。で逆に言うと安くても欲しくなかったら買わないなんですよ。だからじゃあ iPhone をその十何万円で買ってる人にその機能としてはそんなに関わらないので、中国製の OPPO の携帯電話でもよくない？だってこれでもネット見れるし動画も見れるし TikTok も見れるよ。でたった5万円だよ、3分の1の価格だよ、買いませんかっていうといらないってなるんですよ。なので安いから買ってもらえるっていう考え方って、その発展途上国の頃であればまだいいんですけど、日本の場合は発展途上国ではないので、円安で安くなったから買ってくださいって言っても、うん、でもその商品いらないよねっていう話なんですよね。要はその、 あの生活に困ってて食い物代に困ってますって人であれば、じゃあその中国で安い携帯で Android で動くやつがいいですってなるんですけど、その先進国の人たちが車買うかどうかとかになると、もう安いから買うとかじゃなくて、じゃあエコだから電気自動車にしますとかっていう、その安かろう悪かろうではなく、ちゃんとした欲しいものを買おうっていう話になっちゃうんですよね。